はい、これがロボちゃんです。じゃあ、ロボちゃんアプリを起動します。はい、顔が出ましたね。かわいいです。なんか喋ってますね。僕ロボちゃんだよーって。はい、じゃあ、動作確認からいきます。このタブでは動作確認できます。マラカスの入った歩行の動作。よいしょ。歩行をやらせたりだとか、あと関節の角度を一軸ずつ指定して動かすことができます。まあ、首の角度を指定して動かしています。軸を変えることもできます。手が動きましたね。はい。で、首を戻そうか。よいしょ。はい。という感じです。次、ボーちゃんは自分の姿勢を覚えることができます。このアプリでは左上に覚えるボタンというのがあるので、これを押すとボーちゃん新しい姿勢を覚えてくれます。この姿勢を今覚えました。次にこの姿勢をじゃあ覚えましょう。えい。で、今、姿勢を覚えたので、それを再生してみます。ここにファイル名が表示されているので、このファイル名をクリックするとその姿勢になります。覚えた姿勢をすぐ再生できると。で、前に覚えた姿勢がいろいろあるんで、おっとっとっといろいろ再生してみます。今、姿勢を覚えて、再生するだけですね。はい。ファイルを削除することも できるようになってます。ここにボタンがあって、これを押すと、削除マークが出てくるんで、これを引っ張るとデリートボタンが出てくるんで、押すと確認が出てきて、ボタンを押すと削除ととができてます。はい。今のところ機能はこれぐらいです。ボーちゃん顔を触ると反応します。かわいいですね。はい、では以上でロボちゃん紹介終わりです。